今日の御言葉、ルカの福音書9章51節から56節。さて、天に上げられる日が近づいてきた頃のことであった。イエスは御川をエルサレムに向け、毅然として進んで行かれた。そしてご自分の前に使いを送り出された。彼らは行ってサマリア人の村に入り、イエスのために備えをした。しかしイエスが御川をエルサレムに向けて進んでおられたので、サマリア人はイエスを受け入れなかった。弟子のヤコブとヨハネがこれを見て言った。主よ、私たちが天から火を下して彼らを焼き滅ぼしましょうか。しかしイエスは振り向いて二人を叱られた。そして一行は別の村に行った。復讐をしてはいけません。復讐は神の道ではありません。復讐は神のなさることです。私たち人間がすべきことではありません。イエス様は死を覚悟してエルサレムの方に向かって行かれました。そこでイエス様はサマリア地方を通ろうとされました。しかしサマリア人たちはイエスを拒絶しました。なぜか、イエス様がエルサレムに向かっておられたからです。当時ユダヤ人とサマリア人は敵対関係にありました。ユダヤ人はエルサレムで礼拝しました。しかしサマリア人はゲリジム山で礼拝しました。ユダヤ人とサマリア人たちは宗教的に対立をしていました。だからこそイエス様がエルサレムの方に向かって行かれたので、サマリア人たちはイエスを拒絶しました。その姿を見て弟子たちは怒りに心を支配されました。サマリア人たちを何としても滅ぼしたい。彼らはそのように願いました。しかしイエス様はそんな弟子たちを叱られました。復讐をしてはいけません。復讐をすることは神の道ではありません。しかも弟子たちは神様を用いて復讐しようとしました。ここに間違いがあります。神様は私たちの復讐を成し遂げる手段ではありません。私たちが私たちの意図する方向に神様を引っ張ってくることはできません。主人は神様であり、しもべは私たちなんです。弟子は主人に従うものです。ですから私たちも主人である神様にお従いするべきです。神様は私たち人間が直接人に復讐することを望まれません。復讐は神様のなさることです。ですから私たちは怒りの感情を手放さなければなりません。すべてを神様にお委ねする必要があります。今日あなたは怒りの感情に飲まれてはいないでしょうか。自分で復讐をしてやりたいという感情にとらわれていないでしょうか。復讐することは神の愛と真っ向から対立します。復讐することは神の愛を指し示してはいません。神様の愛は敵をも愛します。自分に敵対してくる人を愛することが本物の愛です。自分に都合のいい人だけを愛するのが本物の愛ではないんです。ですから神様の愛によって敵を愛していきましょう。すべての怒りの感情、憎しみを捨て去りましょう。すべて神様に追い出しましょう。私たちはあくまで敵を愛するべきです。今日も私たちの心が愛で満たされて人々を愛していくことができますように。今日で復讐するのをやめます。オールフォーチーサー。